総合メディカル株式会社、一番最初のですね、創業の時の、創業者として会長の思いをですね、当時ちょっと振り返っていただきたいと思うんですが、この会社をその直前は我々サラリーマンだったんですね。私はその前の会社の支店長をしておりましてですね、で仲間というのはその当時の部下だったもの、はい、支店の部下の方々、そうですね、はい、まあ、それと関連会社の役員をしてらした方、私ちょうど10歳年上の方の7名、私入れて7名でこの会社を起こしたんですね、はい、ここでもってその会社を絶対に私物化はならないということで、まず最初に決めたのは身内を絶対に入れないということを最初に決めましたね、はい、やはりその判断の基準というものを明確にするということで決めたのが、まずは損か得かという判断が必要ですよね。うん、それとその次に人間としてやっていいことかどうか。やっていいことかどうか。どうか、うん。人間としてやっていいことかどうか。はい、それから社会のためになるかどうか、みんなのためになるかどうか。この3つですね。これは私どもは損か得か、正か邪か、善か悪か。この3つで判断して、どれ一つ引っかかってもやらないと。一番最初は医療機械のリースからスタートされた、ということなんですが、リース会社っていうのはその資本金よりも場合によってはるかに大きなものを買い取るわけですね、はい、そしてそのお客さんの方に長期で賃貸で貸し出しするわけですね、はい、そうしますとここの その機械屋さんから見ますとものすごくその間違いなく回収できるかどうか払ってもらうかどうかっていうのは不安で当然しょうがないはずなんですね、はい、そこに昔からの付き合いだからということで新しく会社作りましたからぜひ仕事くださいよというのはそれは困りますよね、機械さんだったら、うん、で機械さんの立場に立って考えれば非常に無理なんだ言ってるということになるわけですから、はい、それはまあそういう人に困らせるようなおねだりをするような人の善意とか行為を当てにするようなそういうのはやっぱり生き方として非常に恥ずかしいことですよね、うん、ですから機械屋さんに行ってなんかないですかっていう営業は しないと、機械屋さんの方からなんかないですかと仕事はないですかと言われる会社になればいいわけですから、はい、ですから開業支援を私も一生懸命やったと。お医者さんの開業支援、そうですね、うん、当時は地域医療計画という法律もなくて、はい、そういう縛りが昔なかったもんですからね、はい、どんどんできたんですね。それからもう今までも相当件数は私もだから開業支援やってるわけですね。じゃあその勤務医の先生方の開業のお手伝いっていうのを中央の中心に据えていかれたわけですね。そうですね、開業支援、ステリースというところで事業を大きくしていかれる中で時代の流れが医薬分業の方に変わっていらっしゃったってことなんですか。そうですね、医療界には医師がいて歯科医師がいて薬剤師さん、まあ、他は看護師さんとかいろいろおられるんですけども、はい、そういうその国がそういう資格を与えている中で医療制度の中で薬剤師だけがその医療のシステムの中に加わってないと、いうことでそれによる問題がいろいろあると、他の国と比べて。何かと言いますと薬の使用量が非常に日本の場合は多すぎると、 OECD 諸国と比較してですね、お医者さん自身がですから診断し、そうです、検査をして診断して治療法を決めて、そして薬もまで決めていたのも、やはり薬剤師っていう職能をちゃんと医療システムの中に機能させようということで医薬分業っていうのが、そういう話が起こってきた。で政府もそれに対して経済誘導したわけですね、処方箋を発行する方がその医療機関の方にも利益があるようにしたわけですね、その処方箋料を払うと、で薬の管理とか全くしなくていいわけです、薬の説明もしなくていいですね、それ薬剤師に任せばいいわけですからですね、まあ、そういうことで、そして薬剤師さんは今度はそういうことでその患者さんがちゃんと薬を飲んでるかどうか不安がってないかどうなのかとか、他の薬と飲み合わせして本人の体に悪いことにそういうことをやってないかどうなのかとかですね、いろんな薬の専門家としての役割がきちんと回ってきたということでですね、そういう時代に乗っかってたまたま私は開業支援というのをずっとやってるもんですから、はい、第1号筑紫野市で作ったんですね、総合薬局、はい、第1号店はですね、筑紫野だったんですね、はい、1988年だったと思いますけどね。それは開業支援した病院の、病院と、そうですね、隣接してなんかの、そうです、はい、調剤薬局を作られたと、はい、そういうことですね。
ですから、まあ、医薬分業というのは、まあ、非常に日本というのは間違いなくそういう急激に進むであろうと我々は判断はしてたんですね。あの開業しにしますとですね、はい、その公選いただいて、その収益を上げるっていう仕事も少ししてたんですね。例えば開業支援しますとその設計業務なしは建築受け負い業者どこにするかとか、はい、そういうようなところからですね手数料をもらうとかいうようなことを、はい、やってたんですね、はい、それは私はもう社長になってすぐやる、もう全面禁止、お客さんに見せられないことはしないと、うん、リスクも何も取ってないのにですね、うん、ただ情報だけそのだけでそれはやっぱり、うん、それはビジネスじゃないということで、はい、それはやめましたですね、はい、そしてその代わりその設計会社を作りました。今ソムテックって会社それです、はい、だから利益というのはやっぱり自分でリスクを取り汗かいて本当に喜んでいただくことが利益であってですね、はい、口聞いてちょっと公選もらったそんな生き方は良くないと思う、うん、